はい、今回はフォロワーの方の作品紹介ということで、こちらの、トマト6868さんの、ビームよけろ、こちらの作品を、紹介していきたいというふうに思います。でこちらの、トマト6868さんはですね、まだ、小学4年生ということで、プログラマーを目指されているということです。非常にですね、面白いゲームになっていますので、ぜひ皆さんも、やってみてもらえればなというふうに思います。では実際にゲームをプレイしてみたいと思います。はい、旗を押すと敵がセリフを吐いてカウントダウンが始まって、でこのようにですね、敵が攻撃をしてくるんですね。でこれを頑張って避けるというゲームなんですが、これが非常によくできていて、はい、当たるとゲームオーバーになります。はい、もう一度やってみましょう。はい、こうですね。はい、まあ、このような形で、かなりですね、難易度の高いゲームにはなってるんですけど、ちょうど、5秒逃げれるか逃げれないかっていうところの、まあ、絶妙なラインをですね、ついたゲームになっていますので、非常によくできているゲームになっているかなというふうに思います。ここからですね、ちょっとゲームの中身見ていこうと思いますが、これからもですね、いろいろな方の作品紹介や、まあ、ゲームのコードの解説などしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。では中身を見ていきましょう。はい、中身を見てみるとこのような形で、プレイヤーのペンギンの他に、中ボスとボス、あとは、敵が10体ですね、こちらが、それぞれの動きがスプライトに書かれているというようなものになっています。で、このボスですね、ボスに関しては、はい、一番最初にですね、この言葉という定義を使って、旗が押された時に言葉を、一気に出すのではなくて、一文字ずつ出していくような、工夫がここでされています。はい、で、敵に関しては一匹ずつですね、はい、出てくる、時間の間隔というのを、まあ、乱数にしながら出てくる場所っていうのを微妙にずらしていくことで、まあ、ゲームとして、かなり絶妙な難易度を作っているということになっています。はい、でこの雲とコボですね、コボが、上からの攻撃になっていて、この、星ですね、星のキャラクターが、横からの攻撃ということになっています。で横からの攻撃はこの高さの部分を、乱数にすることで、これもまた一つ難しい、ゲームを難しくするポイントになっているということになります。はい、でここから、少しアドバイスをさせていただければと思いますが、このゲーム本当にこのゲームのバランスがよくできていて面白いゲームになっているので、きちんとですね、こうスコアをつけたらいいんじゃないかなというふうに思います。でこの、避けている時間ですね、避けている時間をスコアにして、表示させるというようなことをすればいいんじゃないかなと思います。でそのスコアなんですが、この文字、まあ、どこに書いてもいいと思いますが、この文字のところに書いていこうかなと思います。はい、でスコアを表示させるためには、変数で、はい、スコアという、はい、変数を作ります。でこれを OK して、でこのスコアをどういうふうに、つけていくかというと、このスタートしてからの避けている時間ですね、時間を、スコアにしたいと思いますので、ここで、タイマーを使います。で、イベントで、はい、これちょっと小さくしまして、はい、ゲームスタートを受け取った時にタイマーをこれリセットするというのがあります。でこれを使いましょう。でリセットをして、はい、でずっと、はい、スコアを先ほど作ったスコアを何々にするというので、これをタイマーにするというふうにします。はい、そうすると一旦この状態でやってみましょう。そうすると旗を押します。初めは0です。
で321ってなった時にこうタイマーの時間がずっとここに表示されるということになります。でこれが、ゲームオーバーになるとこれがストップしたいと思うのでここを少し変えていきます。でここをずっとではなくて制御で何々まで繰り返すというのがあるのでこのゲームオーバーまで繰り返すというのを今回はこうゲームオーバーになった時にこれですねコスチュームが5になっているのでこれを使っていきたいと思います。でここで演算でこのイコールというのを使って見た目の、コスチュームですねコスチュームの番号が5になるまでこれを繰り返すというふうにしてください。そうするとであとですね旗が押された時に一番最初にスコアは0にしておきたいのでスコアを0にするというふうにしてください。そうしてはい、旗を押すと、スコアが0になっていて321となってはい、はい、このようにですねゲームオーバーになるとスコアがここで止まると。もう一回やってみましょう。こうですね、はい、こうやってよけてはい、ぶつかるとスコアが今回は6秒88833だったのでスコアが 6.833 になったということになります。はい、で次にですねこのスコアというのを、みんなが競えるように世界記録っていうのを作っていきたいと思います。はい、そうすることで、自分だけじゃなくて世界中のですねみんなとスコアをですね競い合えるということになるので、まあ、ゲームとしてもさらに面白くなるんじゃないかなというふうに思います。はい、で世界記録を作るにはこの変数を作るから世界記録という変数を作ってこれをクラウド変数こちらにチェックを入れます。でチェックを入れて OK を押します。はい、でこちらを、この世界記録自体は旗が押された時にはこれ消しておきましょう。はい、隠しておいてでゲームがスタートしてこれがゲームオーバーになったタイミングですね。ゲームオーバーになったタイミングでもし、このスコアというのがこうですねスコアが世界記録よりも大きければはい、世界記録がをスコアにする、つまり世界記録が塗り替わるということです。はい、で、世界記録を表示するというふうにしてください。そうすると旗を押すとはい、まず1回目やるとはい、こういう形ですね。はい、今は 3.119 で世界記録はこれがさっきのスコアが出てますかね 4.092 になっているという形です。じゃあ次この 4.092 を更新してみましょう。ちょっと更新できるかわからないですがそうですね、あ、更新できなかったですね。もう一回やってみましょう。はい、今 4.291 というスコアが出て世界記録も 4.291 に、塗り替えられたということになります。はい、このような形で、他の人がゲームをやっても、スコアが、世界記録を更新するとこれがどん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 更新されていくという形になります。これで、今回の作品紹介と、アドバイスの方は終了とさせていただければと思います。他にもですね、いろいろな方から、作品の紹介をしてもいいよという声いただいてますが、
まあ、なかなかですね、追いついてなくて申し訳ないんですが、気長に待っていただければなというふうに思います。これからもいろいろなゲームの紹介や、コードの解説していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。